熊谷弘人でございます。今日は発議者の皆さんにですね、発議者の意思というところの部分で、主に質問をさせていただきたいと思います。この委員会の使命はですね、今回の自民党のパーティーで裏金事件が発生をした、この裏金事件、私は組織的、継続的、そして構造的なものであって、この政治腐敗をですね、防止をするために実効的な法整備をしていかなければいけないという使命がこの委員会にあるというふうに思っております。この事件が起きてからですね、真相解明ということ、究明ということがかなり言われておりますけれど、自民党の党内処分だけでですね、国会の衆参に設置をされた政治倫理審査会の方にはほとんどの議員の皆さんが弁明に立たれないということで、あまりよくわからない状況のまま、本当に真相が解明をされたのかというようなことが言われる中で、この委員会での議論がスタートし、衆議院では修正案が可決されて参議院に回ってきているという状況でございます。このような状況、発議者の皆さんは本当に真相解明がなされて、その真相が解明なされた上で再発防止に資するために今議論が行われているというふうに本当に思っているのかどうか、発議者の皆さんのお考えをまず確認をしたいと思います。衆議院議員鈴木啓介君。まずもって、今回我が党の、一部の派閥であったり、あるいは所属議員の間で、こういった法違反、法令違反である不記載、こういった事案が多数発生をした、このことを改めてこの政治不信を招いたことでもありますし、この不祥事については、お詫びを申し上げたいと思います。その上で今回、この真相究明がどうなのかということでありますが、私どもとしては、党で、アンケートを行い、さらには弁護士も交えた、外部も交えたヒアリングを行い、その報告書を提出をし、さらには追加的に行ったヒアリング等もありまして、一連の事案についての事実関係、一定程度は解明をされたと認識をしております。その一方で、私どもも実際にこの所属している政策集団ごとでの運用も違い、我々としてもその実態というものを直接的に知る立場にはないのも状況であります。そういった中にあっては、この今解明されている状況、これを受けてできることはしっかりとやっていく、この中での再発防止をしっかりとやっていく、そこに注力をしたところであります。当然、それぞれの当事者においてはこの実態の解明に向けての説明責任、それはそれぞれにおいて果たしていかねばならない状況と考えておりますし、そういった中でまた新たなそういった事実というものがもし判明をした際には、さらに必要な対応も出てくる可能性は、私も排除するべきではないと思っております。その一方で、今、党としても責任を持って行った実態解明としての第三者も交えた、この弁護士等を交えたヒアリング、こういったところの結果、我々はやはり党が責任を持ってやったということで、そこはしっかりとその認識のもとで対策をしていくということが、まず第一に大事なことではないかと考えております。熊谷弘人君。一定程度解明をされたというふうに今ご答弁をいただきましたけれど、私はやはりしっかりとした真相の究明がなされた上で、そしてこの点が悪かったので、この点をしっかりと法整備して防がなければいけないというふうに思っているんですけれど、今一定程度ということであれば、今走りながらで新たな事案が出てきたら、またそこは対応したいというようなお話もありましたけれど、この法案が成立をしたらですね、今回起きたような裏金事件というのは本当に防げると思っているのかどうか、発議者の理解をお尋ねしたいと思います。鈴木啓介君。先ほど牧野委員のご質問に対する答弁にも重なるところでありますけれども、やはり私どもとしては、今回の事案の再発防止、
もうこういったことを絶対に二度と起こさせない、そういったことで今回の法案の提出をし、提案をさせていただいているところであります。具体的には、収支報告書を政治家に直接確認をさせる、確認書制度、これはこの確認の義務というものをもう負わせているわけですから、これは会計責任者任せにして知らなかった、こういった言い訳はもはやできないという、そこをしっかりと塞いでいるということであります。同時にこの代表者についても、その罰則の強化というものをし、直接この政治家に責任が及ぶ、そういった形も取ってございます。さらには、これは実は衆院でも提出をされた各党の案において、あるいはそれ以前のさまざま各党から出された案において、これは自民党だけにあった案でありますけれども、やはり不記載の収入、これを国庫に納付させる、ある意味でこれをすべて取り上げるという、そういった措置についても検討したところであります。これは法制上、さまざまな憲法上のこともありまして、その実効性については党内のガバナンスに委ねる部分が出てきたわけでありますけれども、ここについても、その不正をした資金についてはすべてが取り上げられるということになる。これは党内のガバナンスによってそうするということは、おそらく各党そうなると思いますので、そういったことでかなりこれは強い抑止力が働くというふうに考えております。さらには、政治資金の銀行管理、これ、すべての政治資金を銀行の口座を通すということで、そういった意味では、今回一つのこの不正が起こった背景である現金、これを排除するということも、法的にこちらは担保をしております。まさにこうしたさまざまな措置であったり、あるいはこの抑止力ということを通じて、この再発ということはしっかりと防止をできる、私どもとしてはそう認識をしております。熊谷裕人君。はい、発議者の皆さんは、この再発防止のために一生懸命血を絞られているというのはよく分かりました。この法案がですね、成立をした場合、個別的な事例に当てはめるということではなくてですね、この法案が成立をした場合、一般的に言って、今回のような裏金事件というものが本当に防げるのかどうか。その点について、もし、お示しをいただける事例があればですね、こういった事例はこの法案で防げるというようなところをお示しいただきたいと思います。鈴木啓介君。今回の、この事件の核心ということでありますが、やはりこれは現行法上、収支報告書の不記載虚偽記入等があった場合、あるいは収支報告書の作成について政治家が、その場合に収支報告書の作成について政治家が会計責任者にすべての責任を押し付けて任せていた、知らなかったといった言い逃れをして刑事処分を逃れることができてきたということ、これが一つ大きな原因、これは先ほど申し上げたとおりであります。また同時に現金のままで、ある意味そのすべてが現金のまま完結をしている、そういった世界があったということ、こういったことが今回のさまざまな不正事案が生じた、実際のこれはいろいろ我々としても報告書等を見ていますと、そういったことが大きな背景であったというふうに我々としては認識をしております。こうしたことでいうと、改正案におきましては、こうした事案の再発を防止するために、代表者が一つには定期随時のこの確認を行うということ、さらには報告書を提出の際における会計責任者の説明等々、こういったことをする、さらには会計責任者がこの法律に規定に従って、収支報告書を作成していることを確認し、確認書を交付することを義務付けた上で、公民権停止の対象になりうるような刑罰についても、その一定の場合には行うということ、こういったことを規定しております。そういったことで言えば、今回のさまざまな事案について、やはり代表者会計責任者が処罰の対象になる、そういった今回は改正となっていると考えております。熊谷裕人君。同じ答弁繰り返されて、ちょっと残念なところがあります。少なくとも私はですね、私の収支報告書、会計責任者の方に作っていただいて、自ら
確認をして、何かあれば代表者である私が責任を取りたいなというふうに思いながら、いつも提出をさせていただいております。こちらの方に回ってきた案にはありませんけれど、代表者を会計責任者にした方が私は分かりやすいんではないのかなというふうに思っております。確認書という手間をかけなくてもいいんではないかなというふうに思っております。また後ほど質問させていただきますが、続いてですね、今回のこの法律案、衆議院の最終段階で総理にもご出席をいただいて質疑はなされたところでありますけれど、各党間での検討協議という答弁がずっと続いておりました。検討、これまでも総理検討するという答弁が多くて、検討しというふうに揶揄されていたような面もありますけれど、本当に検討事項、これから協議だというところが多かったというふうに思っておりまして、この検討事項ですね、政治活動費の公開であったりですね、それから政党交付金の、一部停止であったり、政策活動費の上限とか領収書、そして明細書等の10年後の公開の具体例だったり、そして政治資金に関する第三者機関の設置など、そして不足もいくつか付けられておりますけど、不足もほとんどこれから協議検討というような事項が多いというふうに私は認識をさせていただいておりますけれど、発議者としてですね、発議者としてこれらの検討事項をどのように今後進めていくのか、国会のこの委員会で引き続きやっていくのか、それとも国会や政府の中に協議機関みたいなものを作ってですね、それも複数、さまざまなことにまたがっているので、複数設置をして進めていくのか、その辺について、発議者としてはこの検討事項を今後、どのように進めていく意思があるのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。鈴木啓介君。今回、さまざまな点について、必要な検討を速やかに行っていくと、そういった法案ともなっております。そういった中で、どのように検討を進めていくのかということでありますけれども、まさにこの問題、各党会派の政治活動と密接にこれは関係するものであります。そういったことから考えれば、例えばこれはどういった協議機関で行うのか、今委員会の場で行うのか、あるいは別途協議機関を設けるのかということもありましたが、そこについてもこれはしっかり各会派の考え方、こういったものを伺いながら、その検討する場についてもしっかりそこは議論をしていかなくてはいけないと思っております。いずれにしてもこれはなるべく早く当然検討は進めていかなくてはいけません。その一方でさまざまな論点がある検討事項が数多くあるのもこれ事実であります。だからこそ、そういった検討というものをなるべく、そのどっかの党に偏るということではなくてですね、しっかりとした、中立的な場においてしっかりと議論していく、こういったことが極めて大事だと思っております。熊谷博人君。すいません、また今検討の検討ということになってしまって、本当に検討ばかりなんですけれど、衆議院の我が党の岡田幹事長と総理との質疑の中でですね、幹事長の方から年内にこの検討事項、目処をつけるべきだというふうに立たさせていただいて、また検討という答弁だったんですが、私も少なくともですね、年内には目処をつけてもらいたいなというふうに思っております。年が明けますと、また通常国会が始まり、その通常国会が終わりますと、私もそうなんですが、7月30日、任期満了の参議院選挙があります。そして今、発議者の皆さん、そちらに座っておりますけど、皆さんの任期も来年の10月の30日までということになっております。
もう私はデッドエンドはそこまで、今いる議員がしっかりと決着をつけなきゃいけない事項であるというふうに思っておりますので、少なくともそこまでには決着をしなければいけない、できればなるべく早くということであれば、さまざまな協議機関、いくつ作っても構いませんので、スピーディーに決着をつけるということで、年内を目指すべきだと思いますが、発議者としては、時期のめど、明確に言えることがありましたら、その意思を示していただきたいと思います。鈴木啓介君。この法は付則を中心にでありますけれども、まさに検討事項ということで申し上げれば、例えば政党交付金の交付停止等の制度の創設であったり、あるいは政策活動費の支出にかかる上限金額の設定、そして使用状況の公開に関する制度の内容、あるいは政治資金に関する独立性が確保された機関の設置、さらには外国人による等による政治資金パーティーの対価の支払いにかかる収支の適正化を図るための実効的な規制、こういったものはやはり一刻も早くその検討をスタートするべきであろうと考えております。ただでその一方で、やはり例えばこの交付停止の制度ということであれば、どういったものをその対象とするのか、この文言上は選挙あるいは資金についてのその法違反ということでありますから、どの程度を対象にするべきなのか、これは例えば場合によっては恣意的な運用がされることも当然排除されなくてはいけません。こういった議論であったり、あるいは例えば外国人の政治資金パーティーの対価の支払いにかかる収支の適正化ということであれば、そういうことであれば、例えばそのどうそのトレースをするのかといったこと、等々さまざまな論点があります。これは当然そういった論点があることも考えれば、その検討のスタートについてはなるべく早くしていくというのが、おそらくそれはお答えになるんだろうと思います。熊谷裕人君。また、期限については、ご答弁いただけなかったというふうに思います。先ほど言ったようにですね、私もそうなんですが、来年の7月30日には任期満了になります。そして衆議院の皆さんも10月30日には任期満了を迎えるということで、やはりこの政治資金の問題をこのまま決着をつけないまま、少なくとも衆議院選挙で信を問う、解散できないんじゃないかという状況もありえるんじゃないかというふうに私は思っておりますので、できるだけ早く、解散権は総理にありますけれど、早くこれ決着しないと、やはりそういったところにも影響が出てくるんではないのかなと思いますし、逆に言うと解散の信を問う題材としてですね、この政治改革ということが取り上げられるのかということも考えられますが、とにかく早くこれやらなければいけないというふうに私は思っておりますので、その点発議者の皆さんとしてもしっかりとした明確な、これまでに挙げるんだという明確な意思を持ってですね、今後も取り組んでいただければというふうに思っております。次に収支報告書について質問させていただきたいと思います。オンラインの提出とですね、オンラインの提出とそれからネット公開ということが言われておりますが、今収支報告書はオンラインで提出ができます。しかし国会議員関係政治団体について今706団体、少し前の調べですので、もう少し増減があるかもしれませんが、706団体中、64団体、わずか 9.1% の団体しかオンライン、提出がなされていない状況で、本当にオンライン提出というものがこれから進められるのか、そして、ネット公開、このオンライン提出とネット公開はすべての政党会派が賛成をしているところでありますけれど、どのようにこの 9.1% という利用率を上げていくのか、そしてネット公開をされるですね、収支報告書については、私は各議員ごとに一元的に管理ができる、名寄せができるような検索機能をつけるべきだというふうに思っております。データベース化して、そういう検索ができる機能が必要だと思っておりますが、発議者の見解をお伺いします。衆議院議員、本田太郎君。はい、お答えいたします。
収支報告書のオンライン提出、おっしゃるとおり、極めて重要なことだと私どもも考えております。収支報告書のデジタル化にかかるデータベースの構築につきましては、政治資金の透明性向上という観点からも、極めて有意義なものだと考えております。収支報告書のデータベースの構築につきましては、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、今後、各党で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要もあるかと考えておりますが、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、同時並行的にですね、検索可能なシステムを目指していくべきだと、このように考えております。なお、本案では、私ども出しております本案では、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等について、オンラインによる提出を義務付け、インターネットを利用する方法により、公表しなければならないというふうにしておりまして、デジタル化を着実に進めてまいりたい、このように考えております。熊谷裕人君。はい、データベース化、検索機能を備えたものにしたいというふうにご答弁いただきましたので、しっかりとその辺整備をしていただきたいなと思います。続いて、このネット公開のですね、期限が3年間になっていることについてお尋ねをしたいと思います。この3年間というのは、今の紙の報告書を出すのが前提になっていて、物理的にこう置いておくところがないというようなことがあって、3年間というふうになっているんだと思いますが、これからデータベース化、オンライン提出を今 9.1% をもっと上げて、ほとんどの方がオンラインで提出をしていただいて、データベース化をしていくということになれば、紙の時代のこの3年というものも見直すべきじゃないかなというふうに思っております。後ほど質問させていただきますけれど、政策活動費、収支報告書に載せるというのの公開が10年後ですから、少なくともそのネット公開の期限も3年から10年ぐらいに延ばすべきだというふうに私は個人的に思っておりますが、その点、政策活動費の領収書等の開示が10年後というところの齟齬が生まれるというところの認識について、発議者の理解をお聞きしたいと思います。本田太郎君。お答えいたします。まず収支報告書 のネット公開期間3年間ということにつきましてであります。収支報告書の公開は、政治団体の政治資金の収支を国民の前に公開し、政治資金の透明性を確保する上で、極めて重要な意義を有するものであります。その上で、現行法が収支報告書の公開期間を3年間と定めている趣旨は、国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするということでございまして、そのことを前提に、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が3年であるということとのバランスや、膨大な収支報告書の保存事情など、これはですね、デジタルによって多少緩和されるということでございますが、主には先ほど申し上げた、選挙運動収支報告書の保存期間3年とのバランスということを含めまして、定められているということと、現行法はですね、そのようなものと承知をしております。そして収支報告書の公開につきましては、インターネット公表制度に加えまして、総務大臣または都道府県選挙管理委員会が保存する紙による収支報告書の閲覧制度もございますけれども、今回の改正では、この紙による収支報告書の閲覧は、従来のまま、それはそれとして、置いておきますので、収支報告書の保存事情等の状況にも勘案しなければならないということでございまして、従来と変わっていないという理解でございます。したがいまして、公表期間を改正をすることは、本案におきましては提案していないというものでございます。熊谷裕人君。せっかくデジタル化を進めていくのに残念な答弁だったと思います。紙のものの閲覧がまだ必要だということであれば、紙の方は3年以上でできるだけ、物理的な問題が生じるところまで、あとはネットの方は10年に私はすればいいんではないかなというふうに思っております。またそれは議論させていただきたいなと思います。続いて政策活動費についてお伺いをしたいと思います。先ほどの質疑の中の答弁で、定義に大変苦労したんだと
という答弁もありました。政党からの、政党から個人への支出というものを政策活動費というものはそういうものだという答弁もありました。そこでですね、ちょっと条文について一つ気になったところがありまして、お尋ねをしたいんですが、この修正案の第13条の2、政党に所属している衆議院、参議院の公職の候補者が当該政党からの支出、中省略しますけれど、支出で金銭によるものを受けたときはというふうに、この13条の2に書いてあります。この政策活動費については、この条文を読むと、金銭のみというふうに、私は取ることができるというふうに思っておりますが、ここなぜ金銭という書き方にしたのか、その意図を説明していただければと思います。はい、衆議院議員、勝目康史君。はい、こちらですね、政策活動費につきましては、それを、何に使っているのか、これがわからないというところが、論点になっておるんだろうと思います。そういう意味におきまして、その一旦政策活動費を受けた役職者が、次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきまして、こちらを規定させていただいたということだと考えております。熊谷博人君。はい、この13条の2なんですけれど、自民党案の原案でも金銭によるものと書いてありまして、各党の意見を入れて修正案として今ここに来ているものも13条の2で金銭というふうに書いてあります。これ金銭等を入れないというのは何か意図があって等を入れないんでしょうか。お尋ねをしたいと思います。鈴木啓介君。今回の改正につきましては、各党のさまざまな議論の中で、我が党でこれまで政策活動費という名目で収支報告書書状を運用してきたものについてのさまざまな規制というのが、その原点となっていると思います。で、そういったことで申し上げると、私どもの、政策活動費といわれるこの支出については、これは金銭のみにてこれまで行われてきましたので、そういったことで、ここについては金銭と書かせていただいているということであります。熊谷博人君。これまで金銭しか交付されていなかったので、金銭というふうに書いてあるというふうに今、ご答弁いただきました。政治資金規正法の第4条にですね、この法律において、収入とは金銭、物品、その他、財産上の利益の収受で、第8条の3号を3各号に掲げる方法による運用のために供与し、または交付した金銭等と書いてありまして、その金銭等はですね、金銭その他政令で定める財産上の利益を言うというふうに書いてあります。そして、この財産上の利益、政令で定めるって書いてあったので、調べました。政治資金規正法の施行令の第2条にですね、この政治資金規正法第4条1項に規定する政令で定める財産上の権利は、有価証券とすると書いてありまして、この有価証券というのは、じゃあなんだというふうに、これも私、調べさせていただいたんですが、有価証券というのはですね、債券や株券、投資信託なども入ります。そして小切手や商品券、そしてですね、国債、株券、こういったところもですね、有価証券に入るということで、この4条では金銭等と書いて有価証券も、主従のものに当てられるべきものなのか、当てられないようにするべきなのかということを、金銭と有価証券ということで、きちんとこの等で規定をさせていただいているというのが、この第4条でございます。したがって、この13条で金銭としか書いてないということは、逆に言うと、今言って有価証券は、
交付できると、今まで実績がなくても交付できるということに、私は捉えられるんではないかというふうに思っておりますが、その辺の意思を確認をさせていただければと思います。鈴木啓介君。そもそもこの政策活動費というものでありますが、我が党においては、従来から答弁申し上げておりますように、党の役職者が党に代わってその機能を代行するということでの支出ということであります。当然そこについて、その使われる支出というのは、おそらく私どもの感覚としては、金銭ということのほか、なかなか考えられないというのが実際のところではないかと思います。熊谷裕人君。今まで金銭というふうに交付しかされてないって、端的に言いますけれど、先ほど言った有価証券の中で、私は小切手で交付ができるというのは、まさしく抜け穴、法律の穴だというふうに私は思っておりますし、そこを党という言葉を入れて、なぜ塞がなかったのか、これを党を入れなければ、この法案というのは、まさに私は、抜け穴に存在を認めるざる法であるというふうに言わざるを得ないんですけれど、この党、これからでも修正、考えられるんでしょうか。鈴木啓介君。先ほど来申し上げておりましたが、今回 その政策活動費というのは、私どもとしては、党勢拡大、そして政策立案、さらには調査研究ということについての党の職責を代行するということであります。有価証券を持って、その職責を代行する、これ、正直なかなか考えづらいところでありますので、私どもとしては、この金銭という定義で、すべてを塞げるというふうに考えております。はい、熊谷裕人君。一般的にですね、現金の代わりに小切手というのは、一般的に本当に普通に使われているものであって、この今までは現金しか交付がされていなかったけれど、今度は、党の役職者に小切手で、小切手を切ると。いうこともありえるんじゃないかなというふうに思いますし、小切手は逆に言うと銀行で換金をしなければいけないので、いつ、どこでいくら出されたっていうのが逆に分かる、その小切手を党というところで規制しないのは、私には理解できないんですが、もう一度ご答弁いただければと思います。勝目康君。はい、委員ご指摘のこの13条の2でございますけれども、この13条の2の規制がかかるということはどういうことかといいますとですね、この収支報告書において、項目と、あと金額、項目金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、その金銭であれば、その規制がかかると。で、委員おっしゃるような、小切手有価証券での支出というものが仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、その政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何であったのということに、おそらくはなってくるんだろうと思います。だからそうした中で、この規定についてですね、実効性というものが、その金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。今の、はい、速記を止めてください。
鈴木圭介君。失礼いたしました。この解釈についてはですね、先ほども申し上げましたけれども、これは政党のある意味で、あくまで活動というものを代行する、その役職者がその職責に応じて代行するというものであります。そういった中で、およそこれまで私どものさまざまな運用においては、金銭以外のものがそれに当たるということは、これは正直想定されませんということがあります。で、これはおそらくそういったことでいうと、私どもとしてはそういう感覚でこの法案を提出してございますし、これは各党それぞれにおいて、もしそういうことがあり得るのであれば、それは各党のガバナンスに委ねるということだと思います。で、私どもとしては、今回、このある意味立法の趣旨であります、このその元にあった今回の趣旨というのは、私どもの党で行われてきたこの政党に代わる役職者のその党の職務を代行するというために成している資質についてのものでありますから、これは先ほど来の繰り返しになりますが、金銭以外のものは私どもとしてはないと考えております。熊谷弘人君。各党のガバナンスに任せるというのは無責任だと私は思います。しっかりとですね、小切手を使う、もしかしたら御党で使うということがありえる、今までやってこなかったけれど、ガバナンスでありえないというふうにご答弁されてましたけど、書いてなければある、今までも法律に書いてないからこうしたということで抜け道を作ってやってきた、その鉄をまた踏むことがあるんじゃないかと思っているので、私はここを金銭ではなくて金銭等と書いて、この4条で規定するように有価証券も入れるべきじゃないかというふうにお尋ねをしているんですが、そこに等を入れなかったのは、発議者の皆さんのところに等を入れなかった意思があると、あるのかどうかというのを最初に問わせていただいております。で、入れないということは、今言ったように、性善説に立たれているんだと思いますが、現金しか今まで歴史がなかったので、現金だけ規制すればいいということでありますけれど、やはり等というふうに書かなければ、有価証券、小切手が使える、小切手を使おう、書いてないから使おうというところも出てくるんではないか、そして、等と書いてなければ、今度は法律違反に問えません、書いてないから。そういうことに、今と同じような状況に、法律に書かれてないからやったもん勝ちみたいな話に私はなるんじゃないかと思っておりまして、そこのところを立法者の方に、等と書かないのは、立法者の方の、そこに意思が働いて書いてないんですかという問いを、問わせていただいたところでありますし、先ほど答弁、私は有価証券もありえるというところで、等と入れてないので、有価証券で交付されることもありえるというようなご答弁をいただいたものというふうに思っておりますが、このあと、もし、立法者の方で修正をされるんであれば、等と入れていただいて、しっかりと歯止めをつけていただかないと、なかなか、賛同を得ることは難しいんじゃないかなと、この一点だけでも私は賛同を得ることは難しいんじゃないかなというふうに思います。しっかりと立法者の皆さんもそこのところを考えていただければというふうに思います。そしてですね、あまりこれ、もう時間がなくなってきましたので、次の問題に、行かせていただきたいと思いますけれど、政治家個人に、支払われる政策活動費、税法上は私は雑所得、個人に渡すんですから、雑所得として課税対象になるというふうに思っております。そして、渡されたものがすべて政治活動に使用されるということで、その課税を免除されているんだというふうに、これまでも理解を、これまででもそういうふうな解釈の上で、課税を免れてきたというふうに理解をしておりますけれど、本当に巨額の何十億円というような政策活動費が個人に渡されて、本当にすべてが政治活動に使われたのかどうかということは、
国民は確認することができません。私たちも確認することがありません。そして使い切れなかったものについて納税をしたかどうかということも明らかになっていませんし、国税庁に調査をするべきだというふうにずいぶん言わせていただいておりますけれど、国税庁の方もその辺は明らかにしておりません。この修正で今政策活動費支払いのですね、年月を追加することになりました。これまで1年間であったのを月単位にするということでありますけれど、年月を加えるだけでは年単位のブラックボックスが、私は月単位のブラックボックスに若干小さくなっただけだというふうに思っておりますが、この点について発議者の皆さんのこの年月を加えたという意味と効果について説明をしていただきたいと思います。はい、鈴木圭介君。今、納税の話、委員おっしゃいましたが、この点については、私どもとしてですね、これは党内のガバナンスの中で、これ、財務委員会というところで、そこについては、当然、残がないのか、適正な使用がされているのか、このところはきちんとチェックをして、これまで担保してきております。でただ、当然、今回、さまざまな議論の中で、党内、御党はいいだろうけれども、それが一般的じゃないのはどうなのか、それはやはり法令で担保すべきだろうということで、今回の改正をしたところであります。で、そのことで申し上げれば、今回この収支報告書の本体の中で、この項目と年月というものを明記をする、すなわちそこは当然そこの全体の額とのずれがあれば、それは当然残ということになりますから、その場合は雑所得になって納税をするということになります。で、ただこれまで私どもとしては、これまでそういったガバナンスの中でしっかり使い切っているということ、ここについてはきちんと担保を取っておりますし、そういった意味においては、これまで雑所得として納税というケースはないと承知しております。申し合わせの時間が過ぎておりますので、おまとめください。熊谷博人君。はい、時間がまいりましたので、残余の質問につきましては、また機会がありましたら議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。